こんにちは、まなぶです。今回はブログは匿名じゃなく実名で書くべき話というテーマでお話をしていきます。で先日に僕はこういったツイートをしました。でちょっと読み上げていくと、ブログで稼ぎたいと言いつつも匿名アカウントの人は多分厳しいです。全員に実名にしろとは言いませんが、実名ブロガーと匿名ブロガーなら信頼されやすいのは実名です。そして、実名で長期にわたって発信すると信頼が蓄積されます。僕は約6年実名顔出しで書いてきました。まあこういったツイートですね。で、ブログに関する質問で、まあこれよくあるんですけど、実名がいいですか、匿名がいいですかっていう質問ですね。今回これにお答えしていきます。で今回の動画を見ることによって、ブログっていうのを使って人生を豊かにしていく方法ですね。これが伝わると思います。というわけで早速本題です。で、僕の主張っていうのはその先ほどのツイートの通りなんですけど、実名の方がいいです。で、なんでかっていうと理由が3つあります。で、まず1つ目が自分に信頼が蓄積されるからです。で、理由の2つ目が身近な友達が読者になるからです。で、理由の3つ目が、ぶっちゃけリスクゼロだからです。この3つですね。で、これちょっと今回3つこれ順番に解説していこうと思います。で、まず1つ1つ目、これ自分に信頼が蓄積されるっていう話なんですけど、匿名ブログだったらじゃあその信頼っていうのはどこに蓄積されるかっていうとサイトに蓄積されるんですよね。じゃあ一方で僕の場合とか、僕もともとブロガー出身で今 YouTuber みたいにやってるんですけど、じゃあ僕の信頼ってどこに蓄積されてたかっていうと、マナブログっていうサイトも運営してるんですけど、そこっていうよりもどっちかっていうと僕の方に信頼が蓄積されていて、なのでもともとブロガーだったんですけど今 YouTuber をやっていて、その時も ある程度こう読者さんを流すことができたんですよね。だからその YouTuber を始めた時もある程度こう早く伸ばすことができたみたいな、まあこういった背景があります。で、匿名だとまあそもそもこういったことは難しいっていうのと、あとさらに言うと、ブログ実名で書いたりしてると、シンプルに就職のオファーが来たりします。もしくは僕の場合フリーランスとかだったりするので、仕事のオファーっていうのも来ます。で、世の中的にそんな仕事のオファー来る人なんて稀でしょっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ意外と僕の周りだと多かったりしますね。で、あと、ブログだけで判断っていうよりもブログを含めた判断で例えば、採用されるみたいな、こういうことも結構あります。で、これ僕の実体験として思うんですけど、僕もともと新卒で、フィリピンのセブ島に就職したり、大学生の時に IT 企業でインターンとかしてたんですけど、この両方とも、じゃあなんでこの、まあ、結構いい環境で働くことができて、じゃあなんでこういうことできたかっていうと、まあ、多分ブログっていうのが、まあ、間接的に影響してると思ってます。で、なんでかっていうと、大学生の頃からずっとブログを書いていて、で、そこで自分のそのノウハウだったり、まあ、価値観っていうのを発信していて、なので、まあ、その、面接受ける前に自分のブログこれですこう毎回送るようにしてたので、まあ、それを、まあ、面接官の方とか読むじゃないですか。で、読んで、あ、こいつちょっと面白いかもみたいな、そういう感じで間接的、まあ、ブログ単体で就職完璧にできるってそういうわけではないんですけど、間接的にポジティブな影響がいくみたいな、まあ、こういったお話です。まあ、っていうのが一つ目ですね。で、続いて二つ目なんですけど、これ身近な友達が読者になる。で、これ簡単なんですけど、匿名でやる人って結構身バレを防ぐとか、なんか誰にもバレずに書きたいとかって言うじゃないですか。でもそれってすごい矛盾してる、矛盾というか僕からしたらなんかもったいないなと思って、なんでかっていうと、僕の場合とかだとブログ始めた時に最初自分の Facebook にこうピュッて貼ったんですよね。で、まあ、なんで貼るかって言ったら、まあ、言うまでもなくアクセスをこう増やすためです。で、この動画見てる方でも、まあ、多分 LINE やってたりとか Facebook やってたり、あと Twitter やってる方も多いじゃないですか。で、それで、まあ、そういうのを実名でやったりとかしてるんだったら、まあ、ブログ始めた時にそっちにも貼った方がいいですね。そしたらその身の回りの友達っていうのがブログの一番最初の読者になります。まあ、だからよくある話で、ブログなんか毎日更新してるのに全然なんか読者数っていうかその閲覧数が3人ぐらいしか来ませんみたいな、そういう風に悩んでる人いるんですけど、まあ、そういう人はまず、自分の身近な友達に読んでもらえばいいじゃんっていう風に僕は思ったりします。まあ、なので実名でやるメリットの2つ目っていうのが、身近な、友達ですね。まあ、さすがに家族とか恥ずかしかったんで僕は隠してたんですけど、まあ、身近な友達ぐらいだったらまあ全然いいんじゃないかなと思っています。で、続いて3つ目なんですけど、ぶっちゃけリスクゼロっていう話で、よくその僕とか、他の実名ブロガーの方とかが、実名で発信した方がいいよみたいな、まあ、そういったことを言ったりすると、まあ、結構その批判というか、まあ、結構意見が届きます。で、どういった意見かっていうと、例えば実名だと危ないとか、あと炎上したら危険とか、あとはなんか特定されたら危険とか、まあ、こういった話ですね。で、こういった意見に関してぶっちゃけ思うんですけど、正直ビビりすぎかなと思っていて、なんでかっていうと、まあ、例えばこれ、まあ、比較対象として正しいか分かんないんですけど、車の事故率って、まあ、大体 0.5% から 1% みたいな、まあ、場所とかにもよるんですけど、こんな感じです。じゃあ一方でブログを書いた時に何かその、まあ、事件につながるとか炎上するみたいな、こういう確率どれぐらいかって言ったら、まあ、多分 0.0000001% みたいな、めちゃくちゃ低いんですよね。
で、まあ、正直世の中にブログ書いてる人とか、まあ、例えば SNS の発信も一緒かもしれないんですけど、まあ、実名でやってる人いっぱいいるじゃないですか。でもそれの、まあ、99.99999% みたいな、そういう人たちは全く炎上とかしないんですよね。まあ、実際、まあ、やってみたらわかるんですけど、炎上ってしたくてもできるもんじゃないので、まあ、だから、ま、ちょっと悲しいように聞こえるかもしれないんですけど、まあ、一つ覚えておくべき言葉ってこれ何かっていうと、ぶっちゃけ世の中はあなたにそこまで興味ないっていうことですね。で、実際僕も発信とかを始めてみて、今合計で6年ぐらい発信活動みたいにしてるんですけど、まあ、実際やってて思うことが、まあ、想像以上に誰もあなたのブログ読んでないですね。想像以上に僕のブログ読まれてないですし、想像以上の僕の Twitter も YouTube も全然見られてないですね。なんでかっていうと、自分的にこの話何回もしてるよなっていう、まあ、たまに思ったりするんですよ。思ったりしてても、それでもそれが伝わってないことっていうのはもうしょっちゅうありすぎて、まあ、そんなのなんかもう諦めたというか、まあ、そういう領域なので、まあ、なので話を戻していくと、いきなりまあなんかよくわからないというか、そんな知名度ない人がいきなり実名でブログとか始めたとしても、別に炎上なんてしないですし、特定もされませんし、なんか誰かにこう、襲われるみたいな、こういう確率っていうのはもう限りなく低いですね。だからその小さなリスクっていうのを、こう、大きく考えすぎかな、みたいな。まあ、こういうふうに思ったりします。で、ここまでの話を聞いて、いや、そんなこと言って、じゃあ実際に危ない目あったらどうするんだ、みたいな、お前責任取るのか、みたいな、そういうふうに言われるかもしれないんですけど、まあ、それに関しては、まあ、もちろんその僕はこの、ディスプレイを通して話してるだけなんで完全に責任は取れないんですけど、まあ、ただ、覚えておいてほしいことは、まあ、もちろんその最低限のリスク管理ですねっていうのはしてほしいと思います。まあ、例えばどんな感じかっていうと、これブログっていうよりツイッターって話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、例えばその何かを発信するときに完全にリアルタイムで発信はしないとかですね。例えば今このお店にいますとかっていうんだったら、まあ、リアルタイムでこうツイートするんじゃなくて、まあ、そこの店を離れた後にツイートするとか、まあ、あとさらに言うと、まあ、これは別に言うまでもないかもしれないですけど、家がバレないようにするとか、まあ、特に女性とかですよね。まあ、あとは、これも結構初心者よくやっちゃうような人多いかもしれないんですけど、まあ、炎上狙いの記事を書いちゃうとか、まあ、なんか注目してほしいから、なんかそのバッシングされるような記事っていうのはあえて書いちゃって、で、それでたまにまあ本当に炎上する人とかもいるんですけど、まあ、これって正直あんまり意味がないので、まあ、こういうことはやらない方がいいですね。まあ、なので最低限このあたりのリスクっていうのを、リスク管理ですねっていうのをやっていて、で、それで普通にまあ有益な情報とかっていうのを発信していけば、まあ、全く問題ないんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、なので話最後戻していくと、ブログ実名か匿名かどっちがいいかっていうと、もう、僕が主に確実に実名の方がいいですね。その方がいろんなメリットがあります。はい、というわけで、今回ちょっとブログ運営に関して解説をしてきました。で、今回の動画これぐらいしようと思うんですけど、僕もともとその、まあ、動画の中でも言ったんですけど、ブロガー歴っていうのは長くて、で、今トータル6年間ぐらいですね。で、ブログ収益今だいたい月600万ぐらい稼げるようになったんですけど、まあ、このあたりのノウハウっていうのは、YouTube の他の動画で結構、解説もしています。なので、一応再生リストっていうのを作っていて、ブログ運営ノウハウってやつですね。で、それを、動画の詳細欄に載せてまして、で、今ブログ頑張りたいとか、まあ、これからちょっとブログ興味あるみたいな、こういう方がいたら、まあ、そこの再生リストっていうのを再生してもらえると、まあ、僕のその考えているノウハウみたいな結構伝わるんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、さらに興味ある方は、まあ、ぜひそちらもご覧くださいという感じで、まあ、今回これぐらいにしようと思います。で、もし今回の動画参考になったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録を押してもらえると嬉しいです。で、あと、ツイッターでも発信してまして、で、ツイッターに関しては僕今、タイの、首都のバンコクから発信をしてるんですけど、まあ、ちょっと外の景色見せると、まあ、こんな感じで、で、まあ、こういったところで撮影してる理由はなぜかっていうと、まあ、そのブログに限らずなんですけど、まあ、YouTube とかもそうなんですけど、そういったので稼げるようになると、まあ、別に場所を選ばずに働けますよね。で、そういう、いわゆるノマド生活みたいなのをしていて、結構世界をこう転々としてるので、まあ、その様子っていうのはツイッターで発信しています。なので、まあ、そういう、まあ、なんていうんですかね、自由に生きる的な話ですかね。そのあたり興味ある方いたらぜひツイッターご覧ください。というわけで今回以上となります。また次の動画でお会いしましょう。